術師グッチー。伝説上の生き物さ。ふーん、伝説って。あ、今回はムーンライトで6億点取れるって聞いたから、編成も調べて走っちゃうわよ。難しい小技とかも必要ないみたいだね。シーズン変わる前のウェアウルフの6億は真似できないレベルだったからな。でもさすがにレベルはカンストだよ。アイリーは雨レベル4、確か雷の刻印も5だけどね。それにカードも15レベルなんだぜ。これで本当に6億いけるのか。いけなかったら動画になんてしてないわよ。いやするよね、平気でするよね。それに6億2000万出してるランカーはカードが2枚とも脱直の30だったな。さすがに真似できないしカードなんて適当でいいわよ。そんな甘い考えで本当に6億出せるのかな。というわけでこの編成の強みを使ってみた感想も交えて解説していこう。悪感想はいらないっす。まずはじめにムーンライトの主能力、今ちょうど発動したけどこれだね。綺麗でいいよね。たくさんゼリーを生成して最後にドカンと生成するやつだな。これ自体はその通り普通といえば普通。それに雨能力の効果で星が降ってきてるけど、これも別に降ってくるゼリーとっても加点だけ。ペットの能力も21秒ごとに体力減少速度低下だけだよね。あれ、何が強いんだ。というわけでここからは考察。解説要素少な。ちょうど動画出し能力のクールダウンを見てみたら20秒くらいだった。これは短い方なのかな。それに能力と高速ダッシュが重なったりするとめっちゃ速くなるよな。確かに高速ダッシュなくても少し加速してるっぽいね。それにペットの体力減少速度減少も 90% くらい減少量減らしてるよね。減少減少うるさいな。でもレジェンドだしそれくらいありそう。クッキーペットともにクールダウンが短いから強いのかな。さらに言えばムーンライトの倒れる時点でのスコアが3億6000万だったから、バトン後のブルファイ君の検討もあっての6億なのかも、ムーンライトがはちゃめちゃに強いわけじゃないのかな。っていうか多分いろいろうまくハマった結果じゃないかな。というわけでムーンライトの考察をしまい、それよりも宝物が気になるな。エンジンはともかく全体的に強化された宝物の中からこの2つが選ばれるとは。雷大子と恐竜赤ちゃんだね。能力で加速するから雷大子が強いのかな。ペットの体力減少速度とか後続の復活とか、もろもろのせいで走る時間も長いし、距離もその分稼いでそうだから、一定距離ごとに発動する雷大子もたくさん発動してそうだし納得。なんだかんだ5分30秒くらい走ってたよね。4分半の動画しか作れないから倍速かけちゃってるけど、恐竜卵の方はなんでだろう。昔から好きやらば使われてたよね。純粋なスコアなのかな。恐竜の赤ちゃんが飛び跳ねていく時にゼリー回収してくれるのはありがたいよね。いまいちわかんないな。能力としては 14.5 秒ごとに120万点の卵ゼリー生成、取得すると15万点の日中ゼリーを10個生成。 14.5 秒ごとに270万ってことなら他にもっと強そうなのありそうだけど、参考にしたい地位の人海外の人だし聞けない。それにもしかしたら今いろいろ試してる最中かもしれないしね。確かにアプデ後2日でそこまで分かってたらすごすぎるんだぜ。投稿時と編集時では時差があります。さっき言った通りバトン時点で3億6000万、アプデ前もこんな感じだったよね。スコアでのクッキーの能力比率が下がったから、相対的にバトン後が伸びやすくなったのか。クッキーペットとステージゼリーと宝物と守護カードでバランスよくスコアを稼いでく感じだね。アプデ前はクッキーだけがドカンドカン稼いでいってたもんね。ちなみにカードは手持ちに2枚しかないスーパーレアのうちの1つ、なので能力がステージに直接かとかは知らない。でもゼリーを1箇所に集めて集めたゼリーのスコアアップっていう能力は汎用性あると思う。どのステージにもゼリー密集期待はあるものね。にしても復活持ちも誰かが使われるとは思ってたが、まさかのブルパイ君だったか。デカロブスター使われると思ってたの完全に個人的思考でしょ。実際強さとか考えたらブルパイ君だよね。短いクールダウンとロブシナにない能力発動時間、最後の発動噛み合ったらかなり稼げるんだぜ。でもまだ4億5000万、本当に6億いくのかな。そこはほら私を信じなさいよ。信じられる実績がないんだな。プレイヤーレベルも77になったし6億くらい出せるわよ。でも私は気づきました。先ほど障害物にぶつかってエンジンのバリアを割っていたことを。それが本当ならエンジンのスコア250万全分損してるけど大丈夫か。大丈夫。バリア割れて速度下がってヤバいと思ったけど、走った後にバリア割れても速度に影響ないことに気がついたから大丈夫。何も大丈夫じゃないんだよな。残った体力であと8000万稼げたらそれはもう伝説だよ。伝説って？あ、さっきからなんなのそれ。ユーリオンのアニメかなんかのネタだよ。ネットで流行ったものに敏感。いろいろ思い出したら使ってる。そういうの興味ない人には好かれる。当然です。どうやらラスト発動とタイミング合いそうだな。この編成の肝は最後の最後にあるのです。ちなみにステージはマスターランドのプリンです。プリンで伝われ。君に伝われ。先生のあのシーンは泣いた。あんでないよね。行くぜラスト発動。おおおお、すごい。なんだかよくわからないけどめっちゃスコア増えてる。めっちゃゼリーあるやん、めっちゃゼリーあるやん。おい、これ本当に行ったんじゃないか。6億した。届いてへんやないか。すみませんでした。